野がリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、島野タックルインプレッション。今回はソルトルアーから富所純さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はボートエギングの製品を中心にご紹介いただきたいと思います。はい、まずはロッドから。そうですね、はい、まずはですね、セフィア CI4 プラスティップエギングということでですね、今回リニューアルになりました。エクスチューンっていうのが、ね、一番上にあるんですけども、はい、その一つ下のモデルになるんですが、うん、エクスチューンに肉薄するぐらいのですね変化を遂げてます、うん、でまず、何が変わったかっていうとですね、ティップ部分ですね、タフテックアルファを採用しているんですが、このエクスチューンに採用していた、X ガイド、はい、ね、この X ガイドが今回の CI4 プラスにも搭載されることになりました、うん、やはり、軽いっていうことと絡みにくいっていうこと、はい、あとはしゃくったりするときに結構力が入ったりするので、うん、ガイドそのものがやっぱり強いっていうことが非常に大事になってきます、うん、でこれがですね今回のこの CI4 プラスにこう搭載されることによってですね、よりその操作性のアップであったりとか、あとはこの当たりの取りやすさ、はい、当たりの出やすさ、そのイカの近寄るこの雰囲気、この違和感、こういうのがですね非常に感じやすくなった、これが一つ大きなこの変わったところですね、はい、でもう一つですね、このグリップ周りもですねまた変わりまして、今までの CI4 はアップロックシステムって言って下からこう締め上げていくタイプだったんですけども、今回はダウンロックということで、どちらかというとこう手前にこう操作するときはこのグリップのこの下の部分に結構力が入るので、これだと例えばどうしても当たってる時に緩んでしまったりとかっていうのがあったんですが、うんうん、それがですね少なくなってきた、うん、非常にこうしゃくりやすさであったりとか、その持った時のバランスの良さ、この辺もね、はい、しっかり、するようになりました。でですね、今回、このアイテムなんですけども、今回4本発売されてます、はい、長さがですね3本一緒なんですけども、6フィート8インチで L、ML、M ということで、はい、例えば水深別であったりとか、うん、あとは使うエギの重さですね、これによって、硬さを変えていただくというふうになってます、うん、でまあ、シーズンスタートで浅場にアオリイカがいるような時は例えば L を使っていただいたり、はい、逆にシーズンがこれから進んでいって冬の時期ですね、11月12月もしくは場所によっては1月2月っていう非常にその寒い時期にイカが深場で固まっているような時は、深場にしっかりとエギを落としてもらうので重たいエギを使う M であったりとかですね、うん、こういう風な感じで使い分けていただくということになります。これリニューアルする前と後では全然違うんですか？はい、そうですね、リニューアルする前はですね、長さがその硬さによって、それなりに変わってたんですね、うん、ですので非常にそのモデルを特化したモデルにはなってたんですけども、その中で例えば、硬さ違いで長さを同じにしてあげることによって今回はそれでこう使用感が変わらない、硬さだけが変わっていくっていう風な感じでですね、その使用感が変わらなくなっていくっていうのがまた一つの特徴になりました。でですね、もう一本、511っていうロッドが出ました、はい、ショートロッドですね。今まで、このショートロッドっていうのはなかったんですが、なぜ今回このショートロッドを出したかっていうと、はい、例えば、アオリイカを釣る場合ティップエギングって言われるとドテラ流しでやることが非常に多いんですけども、うん、中にやっぱり船を立ててやる場所、立ててやる船っていうのも出てきました、はい、でその中で真下に糸が落ちていく場合っていうのはどうしてもロングロッドだと絡みやすくなってしまったりとか、あとはどうしてもこう竿が長いと邪魔になってしまう、はい、でそういう場合にですねこのショートロッドを使ってあげて操作性よく絡み少なくしてあげるということで、うん、このショートロッドが出ました。ボートエギングもやっぱりこう少しずつ変わってきてるんですかね？そうですね、いろんなエリアでやることによってその地域の特性ですね、例えば大きなポイントがあるところっていうのはどちらかというと、例えばドテラ流しで大きく流してあげたりとかすることも多いんですけど、どうしてもピンポイントでつけなきゃいけない時だったりとか、あとはポイントが狭くてもしくは風が強い潮が強くドテラ流しだとどんどん糸が出てしまう、そういう時は今度船を立てなきゃいけない、地域地域によって釣りがそれなりにこう独自の進化をしていく中でタックルが一つでは済まなくなってきた、でその中でショートロッドがいい場所、ロングロッドがいい場所っていうのがこうやって増えてきました。なのでそれに対応してこのロッドもですね、どん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 この進化してきていってるっていう感じですね。なるほど。次もティップエギング専用のロッドですが、はい、エントリーモデルなんですよね。そうですね、まあ、セフィア BB ということで、今回、長さと硬さ別に4本出ました、はい、まず S の66の ML
で M で70の ML と M という感じで、うん、行くエリアによって、まあ、差を選んでいただくという感じになるんですが、うん、本当にこれ BB でいいのって言っちゃうぐらいの、うん、この性能ですね、うん、例えばこれ BB と言いながらですね、はい、このハイパー X ですね、うん使ってますのでエギングってどうしてもしゃくりっていう動作が入ってきますね、うん、しっかりとこうエギを動かしてあげなきゃいけないので竿もそれなりにしっかりしたものじゃなきゃいけない、うん、だけどしっかりさせようとするとロッドっていうのは当然重く硬く強くなっていきます、うんなんですがこのハイパー X っていうのをまとうことによって軽くそして強くすることができる、うん、これ一つ使うか使わないかで全然違ってくるんですよね。でもう一つですねこの当たりを取る部分ですね、はい、この先の部分ですけども、うん、このタフテックアルファを採用してます。セフィア BB シリーズとはいえ全くこう手を抜かないですね、うんこのロッドになってますのでまず1本買ってみようと思ってもらうロッドになっていただけたらなという感じですね。こういうロッドがあるとやっぱ女性も始めやすいですよね。そうですね、うん、なかなかこう新しい釣りを始めるときにいきなりね投資をするって結構大変だと思うんですよね、うんはい、なのでやっぱりあの専用ロッドっていうのはそれなりにやっぱり理由があってできてるので、うん、おかっぱりのロッドとかと比べると全く長さも違えば調子も違うので、うんはい、買わなきゃいけないと、うん、そうなるといきなりね高い竿ってなかなか買えないんですよね、うん、そうですね。なので、まあ、その中でこういった BB のようなこうエントリーモデルがあってさらにその釣りの特徴をしっかり抑えた設定になっていれば満足する釣果がまず得られるんじゃないかなと思います、はい、続いては BB のロッドに合わせたい BB シリーズのリールですよね。はい、もうこちらになるんですけども、はいまあ、BB のリールということでですね、うんまあ、やっぱりソルトで使う場合っていうのは大事なのはまずギアがしっかりしていること、はい、これが一つでもう一つやっぱり海水が入りにくいこと、うん、この2つはどうしても抑えたいところなんですよね、うん、で今回のこの BB なんですがなんと鋼ギアまで入ってる。お、さらにですね、コアプロテクトまで搭載してる、うん、ということで海で使うっていう前提条件を元にした中での BB なので、うん、もう基本性能というものをしっかり備えた上でのリールになってるんですね、うん、まず手に取ってこうやって回していただいたら分かりますけど、うんこのガタつきのこの少なさ、うん、実はしっかりしてるんですねこれね。あでも本当滑らかですね。そうなんです。例えば初めての方だけではなくてリールの台数を多く持ちたい方おいらっしゃいますよね、はい、竿に応じてリールをっていう方は例えば BB を何台もこうやって持ってっていうのもこれ一つの選択肢になってくると思います、はい、ですのでラインナップがですね4機種あります。おシングルのノーマルギアとハイギア、ダブルハンドルのノーマルギアとハイギアというふうに4機種ありますので、うんはい、もう自分がやる釣りに合わせて、うん、おかっぱりの方はハイギア使うでもいいですし、はい船の場合はノーマルギアを使うとか、うん、こういった使い分けもできますので、うん、この辺はですねこの BB とはいえ選択肢もしっかりありますし、うん、この基本性能をしっかり抑えてるっていうところもありますので、はい、使ってみていただきたいなと思います。そうですね、はい。そして最後にもう一つ、はい、ショアで力を発揮するロッドの追加アイテムですよね。はい、まあ、ショアのロッドということで、あれ、イカ先生がショアのロッドって、ね、確かにあると思うんですが、はい、実はですね、セフィアエクスチューンの S806 の MLS っていうのが出たんですけども、はい、それがですね、おかっぱりでソリッドモデルを使うっていうのが非常に面白いっていう方がですね、多くてですね、それがですね、セフィア CI4 プラスでもさらにこの追加モデルとして、はい今回出ることになりました。1本だけではなくて、今回は806の MLS と MS、硬さが一つ硬いモデルも今回追加になりました、うん、でおかっぱりロッドなのである程度キャストをしっかりしなきゃいけないんですが、うん、このソリッドの部分ですね、今までここは全部ね中ブラになってたことが多いんですけども、この竿先がこうグッと曲がることによって、うん、例えば普通の普段のおかっぱりであればラインがこう出ていきますよね、はい、たるんでるのがふっと緩んだりとか、うん、ピッと張ったり、うん、いわゆるラインで当たりを取るっていうのがおかっぱりは基本的には多いんですね、はい、ただその中で例えば水深があるエリアでちょっと重ためのエギを使うとか、うん、例えば潮が流れていくところで竿をぐーっとテンションをかけながら潮を感じていくっていう時はどうしてもこの竿の入り込みっていうのが欲しくなってくるんですね、はいうんうん、でそういった時に非常にこの入り込みがいい、潮をしっかり
かりとぐーっと追いかけていってくれるようなこの竿先っていうのが非常にこう扱いやすい。ただそれだけではなくて、例えば夜そのおかっぱりでやってる時になかなか竿先って真っ黒だと見えにくい、その中で竿先が白くこうやって塗ってあるので、はい、夜なんかやってる時にぐーっと抱き込んでしまってからフッキングするともうカンナにかからないっていうことも結構多いんですね。なので触り際を捉えてしっかりとフックアップさせてあげる、はい、そういったそのフッキングのタイミングも遅すぎない、遅らせすぎない。特にでかくなればなるほど抱き込んでしまうとアオリイカってもうカンナにはどれだけ追い合わせ入れてもかからないので、そうすると手前に来てバラしたりとか、はい、あとはグングングンポンって離したりとか、うわーもったいない、こういうでかければでかいほどその取らなきゃいけないイカが取れなくなってしまうっていうことがないように、はい、こういったソリッドモデルを使ってやるエギングっていうのが、非常にいろんなところで今流行ってるんですね。でそういった皆さんにぜひ使っていただきたいということで、 ML と M っていう硬さ別に分けて、まあ、シチュエーションだったりシーズンに応じてぜひこう使っていただきたい一本になってますね。さあ今回はボートエギングを中心に多くの製品をご紹介いただきました。まあビギナーからまあエキスパートまで非常にたくさんのラインナップがありますので、ぜひそれらを使ってですね、皆さんにこのエギングの楽しさを味わっていただきたいなと思いますね。そうですね、はい、富所さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。しまの TV チャンネル登録よろしくお願いします。